かして新型の LX ですか？使ってるようなパーツになるんですけど、1300万くらいですね。ルーツチャンネルをご覧の皆さん、プロレーシングゲーマーの山田です。佐藤優希です。はい、東京オートサロン、今回はジャオスさんのブースにやってきました。ジャオスさんのブースご紹介いただくのは赤星さんです。よろしくお願いします。赤星と申します。よろしくお願いします。佐藤さん、ちなみにこちらの車知ってますか？初めて見ました。こんな大きい車なかなか普段見ることないのでびっくりしてます。赤星さん、こちらの車、はい、もしかして新型の LX ですか？そうですね、これがおととい1月の12日に国内で発売されました新型 LX600 オフロードというグレードになります。はい、ちなみに今回このオフロードでジャオスバージョンというふうに書かれているんですけれども、はい、こちらどのようなカスタムがされているんでしょうか？はい、ベースグレードが LX600 オフロードというグレードに対して弊社がプロデュースをさせていただいたという経緯で、今回フロントリアサイドアルミホイル、そのあたりをプロデュースさせていただいて、今回オートサロンで発表というふうな形になりました。はい、これ見てみると、ちなみに佐藤さん、ここについている黒いパーツ何でできているか知ってますか？鉄じゃないんですか？鉄？赤星さん、ぜひ正解をお願いいたします。はい、これカーボンという、CFRP と呼ばれているカーボン炭素樹脂で、出てきておりまして、非常に軽く、レースカーでもよく使われている素材なんですよ。よくカーボン調とかカーボン風っていうのはあるんですけど、これはもうリアルカーボンで作った素材で、非常に軽く、あと剛性感の高い、製品になっておりまして、ベースグレードの機能を損なわないような、そんなパーツになっております。なるほど、このやっぱり黒いアクセントがさらにこのボディを際立たせてますよね。そうですね、こちらもリアのプロテクターになりまして、カーボン製でできておりまして、はい、そうですね、はい、質感の高いカーボンでもありますし、機能はもちろんなんですけど、ドレスアップとしても非常に高い、品質を保持できている商品になります。そしてさらにこれマットガードも作られて、はい、これは昔から我々、ラリーでも使っているようなパーツになるんですけど、泥はねだったりとかいったところから、ボディを、守ってくれるようなパーツになります。はい、このオフロード車には結構欠かせない存在な気もしますね。ラリーのシーンでも我々、海外のラリーにもここ5年ぐらい参戦してるんですけど、これは決まりとしてルールで定められているパーツでもありますね。そういったのを、一般の車でも、採用させていただいて、今回付けさせていただいています。今1500ぐらいですか？これ1300万ぐらいです。1300万。パーツをフルでつけると、フルでつけると150ぐらいかな、ぐらいでしたかね。はい、だから1300万の車で1割ぐらいのドレスで、あら安い。一番高いグレードは1800万っていうことで言うと、やっぱり国産で一番、最高級 SUV、もともとランドクルーザーが持っている堅牢性だったりとか、アクロ走破性っていうのを引き継ぎながら、さらにレクサスが味付けして上質な仕様になってますんで、すごくいい車が仕上がってますね。というわけでジャオスさんの新型 LX ご紹介させていただきました。赤星さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。